埼玉トヨペット。こんにちは、服部直樹です。今回はですね、大人のスポーツセダン新型マーク X250RDS、これのインプレッションを行いたいと思います。マーク X といったらマーク2を含めて、埼玉トヨペットのフラッグシップカー、力を一番入れてきた車ですよね。埼玉トヨペットグリーンブレイブでも、マーク X をレースに参戦させて、レースでも戦える走り、そして耐久性を証明しています。では早速インプレッションに行ってみたいと思います。まずはもう全く普通のモードで、行きたいと思います。ボディとしては剛性を上げるために、いろんなところにスポット溶接を増してですね、車のひねりを、制御する、そういうことでステアリングのこの切り始め、この緩やかな ここでちゃんと車が1段階2段階みたいな動きじゃなくて、すごくリニアにフロントが入ってくれる、もう小打角の最初のところが結構変わりましたね、これね。ドライバーシートだけじゃなく、例えば助手席の方、後ろの後部座席の方、みんなういっていうこういう変なね G のかかり方がするんじゃなくて、すごくリニアに横 G が入るもので、そこはね、乗ってても乗り心地がいい。あと運転手さんのドライビングは上手くなったような、そんな感じになりますよね。ブラック&レッドですね、この2色でまとめてあるシートなんですけど、こういうワインディングに関してこう体が横に持ってかれないっていう、そこは今回ねかなり対策してあるといいましょうか、変わった部分ですね。もちろん外装も、リフェイスされまして、もう自分の中でこれかっこいいって思うところが、6眼の LED ヘッドライト、スポーツセダンっていうこのマーク X にすんごく合ってる、すんごいかっこいいですこれ。あと標準装備でですね、セーフティーセンス P、 最近の車当たり前になってきたといいましょうか、安全にはすごく気を使っております。今回、市場に使っている車は、2.5 リッターなんですけど、廃屋じゃなくてレギュラーガソリンで、OK になってます。経済的です。はい、これ結構違うんだよね、レギュラーとね廃屋ってね。じゃあ一回スポーツモードを試してみます。ここにスイッチがあります。ピン、はい、スポーツと、メーターにも出ました。6速のオートマになってまして、パドルシフトもできます。今これ3速ですね、3速でも入りして、でここでセカンドにビュンと落として、うわすごいスタビリティいいよこの車。このねコーナー中のグリップ感がずっと最後まで応えてくれるから、ドライバー分かりやすい。これハイスピードのこうずっと G がかかるコーナーすんごい耐えてくれるし、限界値この辺かなって思うところよりもすごい高いところにありますね、車の絶対的な限界値が。うわこれダメだ、攻めちゃう俺あとやはり剛性が上がったということで、サスペンションの、味付けも少々変わってます。スポーツモードにした時のこの前後のこの、バランスといいましょうか、アンダーステアオーバーステアっていう部分の出るのを本当うまく抑えてくれてある。いやこれスポーツセダンとしては2ランクぐらい正直マイナーチェンジで変わったんじゃないかなと、これ早く S 帯に使いたいこの車。熟成された FR スポーツセダン、剛性を高めたボディとサスペンションのチューニングで
乗り心地と操作性がさらに向上しました。スポーツモードでアグレッシブな走りを体感。これはですね、スポーツモードでアクセルをこう操作するとすごくリニアに、またこうパワー感を感じる、反応の速さ、そしてサスペンションを専用なもの、特にスポーティーなこう荷重の入り方、そこにはすごくチューニングされて、また新たな、ドライビングが体感できます。エクステリアの変更ということで、各ポイントでアップグレードされていますが、特にフロントの6眼 LED ヘッドライト、そしてグリルの変更、これが本当精悍さを出してですね、すごくかっこいいと僕は思います。長距離運転でも疲れにくいシート、ホールド性を高めたフロントシートや座り心地の良いリアシート、前も後ろもシートがかなり良くなってます。また今回、マイナーチェンジ専用の、内装色、これも、上品な雰囲気を醸し出しています。最高峰の安全装備、トヨタセーフティーセンス P、これがですね、全車標準装備になりました。これはドライバーはもちろん、同乗者も安心できる装備ですよね。安全性の高い車を選ぶ大人っていうのは僕はすごくかっこいいと思います。